こんにちは、ちょっと時間が遅れてしまいましたが、改めましてこんにちは。沖縄空手の、初心者のための沖縄空手講師佐野一郎です。よろしくお願いします。今回実は、ライブ配信という形で、空手の動画レッスンをお届けするのは2回目なんです。最初の1回目、は思い立ってちょっとライブ配信やってみようかなということで、思い立ったその時にちょっとこうスマホを操作して撮影して急遽やってみたんですが、意外と反応が良くてですね、皆さん見ていただきまして、たくさんのコメント、たくさんのいいねとか反応いただきまして、その際はありがとうございました。でその中からまた、ライブ配信やってくださいという嬉しいお声もいただいてたので、今回今日は、事前に告知をさせていただいて、いついつやりますよ、今日の2時からやりますよという形で告知をさせていただいてのライブ配信となっております。今日やること、空手の基本動作で、前回やった時は、空手の基本動作の受け、上段受け、中段受け、下段受けと、受けの稽古を行ったわけですが、今日は突きの稽古を行います。突きですね、前回の受けの時と同様、上段、中段、下段突きと、やっていこうと思います。その前に突きの練習、実際の稽古に入る前にちょっとだけお話をしたいと思います。まず私がどんな人物かとかですね、どういった空手をやっているのか、どのような思いで、こういうライブ配信とか普段の空手の動画を皆さんにお届けしているのか、そういったことをちょっとせっかくの機会なんでお話ししようと思います。まずもともと私は沖縄生まれ沖縄育ちで、18歳の時に、関東に東京の方に出てきたわけですね。で現在は埼玉に住んでおりまして、埼玉県で、空手道場、空手道場といってもレンタルスペースを借りて、たまにやってる程度の感じなんですが、ここマーク見えますかね、この龍翔会という道場が私の道場になるんですが、もともと私が幼少から通ってた道場がこの龍翔会という道場です。沖縄に今でも本部がありまして、総本部が沖縄にありまして、そこの埼玉道場という形で普段やらせていただいてるんですね。そして現在コロナ禍でなかなか外出ができないと、せっかく空手道場に入った、入門した、通い始めた、そういった人たちもまた緊急事態宣言とかで道場がお休みになったりとか、仮に道場やってるから行ったとしても、やっぱりどうしても人と接触するのが気になって、なかなか人の集まるところには行きづらいとか、そういった今世の中になっております。そんな中で私ができることは何かないかなと思ったところで、このようにオンラインで、空手を普段から発信してましたので、たまに土曜日とか日曜日とかにですね、こういったライブ形式で、レッスン動画をお届けすることで、皆さん家にいながらただつまらないなとテレビを見て、ゴロゴロ過ごしてというよりも、家の中にいながらも普段と違った生活、ちょっとしたリフレッシュできる時間というのを提供できればなと考えております。で、実は私の道場の方も稽古日だったんですね。ちょうど同じこのライブ配信をやる予定だった14時から稽古の予定で、子どもたちがいつものように集まってくれる予定ではおりました。ただやっぱりこの緊急事態宣言が出されている中で、また人を集めて稽古するのはいかがなものかなということもありまして、自粛させていただいて、お休みという形になっております。なのでそういった道場生のお子たちもですね、見れたら見て一緒にやっていただければなと思いながら、道場のホームページはちょっとライブをやりますよと告知はしてはいるんですけども、実際何人が見てくれているのかというところですね。そんな感じで、私が思っているのが、コロナ禍で外出できない中、私の提供できることを提供しようと。あと特に私がお伝えするのは初心者に向けての空手です。空手道場たくさんありますね。いろんな流派もあって、いろんな道場があって、いろんな先生いて、すごい先生もたくさんいらっしゃいます。その中で私は、初心者に向けて発信しております。初心者、私の、言う初心者というのはどういったことか、どういった人かというと、空手を全くやったことないとか、あとは空手をもう昨日今日始めたばっかりだとか、あとは空手興味はあるんだけど、例えば道場に行ってまではなとか、どんなものか知り合いが知ってたらちょっと動きを真似てやってみたいな、経験してみたいな、そういったレベルの人たち、やってみたいんだけどなかなかできない、機会がないとかね、わざわざ一歩踏み出してまでという方た
ちが簡単に入ってこれるような場を提供したいなというので、本当に基礎の基礎からお伝えしております。なので私の動画結構アップしたての頃からご覧いただいている方はお分かりかと思うんですけど、それこそ本当手の握り方からとか、つくときにどこを使ってつけばいいんですよとか、立ち方だったり、そういった細かいところから教えております。なので、細かなとこを教えながら、ちょっとずつ、ずっと見てくれている人は、家にいながら、私の動画を見ながら、一緒に稽古してると、だんだんちょっと空手らしい動きが身についていって、いつの間にか、あれ空手やってるんですかって言われるような所作がついているようになってくれるといいなと、そう思いながら日々発信しております。なので今日は、空手の中でも、基礎となる、まあ、立ち方もちょっと、説明しつつ、手の握り方とか、突き方、突く位置、そういった説明を交えつつ進めていきます。時間としては、まあ、この今お話しているこの話も含めて20分から30分程度で収められるんじゃないかなと思っております。今日は突きしかやりませんので、蹴りだったり受けだったりは、予定しておりません。なので、お付き合いいただければと思います。で、まあ、せっかくなんでね、もし自宅でこの動画をこのライブ放送をご覧いただいている方は、一緒に動けるような格好、ね、堅苦しい格好だとどうしても動きづらいので、一緒に動ける格好、リフレッシュできるような、ね、ジャージとかね、そういった格好で、参加いただけるといいんじゃないかなと思っております。それではそんな中で、早速やっていきましょう。今日じゃあまず覚えていただくのは、立ち方と、突き方、それだけ、この2点だけ覚えていただければいいかなと思います。じゃあその前に空手らしく挨拶から始めましょうか。じゃあ気をつけで皆さん揃えてください。気をつけ。それではこれから稽古を始めます。お互いに礼、よろしくお願いします。はい、それでは稽古を開始します。ではまず足を肩幅に開いて立ってください。この立ち方平行出しというんですが、多分カメラに私の足までは映ってないと思うんですが、足の形こういう形です。つま先が外に開かないようにまっすぐ立つ、両方平行に合わせて立つ立ち方ですね。足の間隔は肩幅に開いて立ってください。この立ち方平行出しと言います。今日使う立ち方はこの平行出しと、後ほどあと四股出しという立ち方出てきますが、今はまず最初平行立ちを行いましょう。で、平行立ちに立ったら膝は軽く曲げといてください。膝をピンと張った状態にしないこと。何かスポーツとかやられてる方はわかると思うんですが、どのスポーツでもそうだと思います。膝をピンと張って立ってるなんてまずありえないんです。なぜかというと、素早く動けない、動きに反応できないし、あとまあ空手なんかですとね、当然対戦相手がいるという想定で稽古をしますので、膝ピンと張ってると動けないし、そこ蹴られてしまったらね、すぐ足も折れてしまいます。ね、なので自分の身を守る、素早く動く。そういった意味も含めて、力を抜く、リラックスして、膝の力を軽く抜いといてください。この立ち方です。はい、おさらいしますよ。足、立ち方、平行立ち、間隔は肩幅ぐらいに開いてください。そして今日行うのは突きの稽古なんですが、突きというのはいわゆる、皆さん分かる言い方で言うとパンチのこと。空手ではパンチのこと、パンチとは呼びません。突きと言います。突きですね。まあ、よく正拳突きとか言われますよね。その突きの稽古を行います。じゃあ突きの稽古をする前に、突くためには手をしっかり握れないといけません。なので手の握り方からいきますよ。手を用意してください。1回曲げて、もう1回曲げて、最後ここ親指の位置注意してください。親指は必ずここです。親指がこうなってると、ついた時に自分の親指を怪我してしまいますね。突くときというのは相手に当たる場所はここなんです。ここを相手に当てるので、その時に親指が出ていると自分の親指の方が当たってしまって親指を折ってしまいます、ね、そういったこともあります。あと指を中に入れたりとかね、これも力がうまく伝わりません。ここでうまく突けません。しっかり握るためにはやっぱり親指はここなんです。親指と小指でギュッと拳を握り締めるような形です。これちょっと覚えておいてください。そしてじゃあ実際に ついてみましょうというところに行く前に、ちょっとだけ、準備体操も兼ねて、体の動かし方とか感覚をつかむ、稽古をやってみましょう。まずじゃあ今教えたような手の握り方、今ギュッと握らなくていいですよ。軽く握ってください。ただ握り方だけね、正しい握り方を意識してちょっと握ってください。
そして手を上に上げましょう。で、イメージしてください。この握り拳は重りです。そしてこの腕も筋肉という重りです。ね、人間の体はほとんど水分だと言われてますね。この水分の重みとか、このついてる骨、筋肉、拳。これを重りだと思って、この重さを感じてください。そして力を抜くとどうなります?力を抜く。今力を入れて上に上げようとしてるから上がってますね。力抜くと自然に落ちます。この自然に落ちる感覚というのをちょっと感じ取ってほしいんですね。最初に。これ、勘違いしないでくださいね。よくわからないうちにこれを教えると、腕をこう、早く下ろそう。早く下ろそうとこう、下ろす意識をする人がいるんです。下に振り下ろすという練習じゃないです。あくまで力を抜けば腕が勝手に落ちてくる。その感覚を養う練習です。その時に、大事にしてほしいのは、この腕の重みを感じ取ること。ただ、何回も何回もこうやるのではなくて、一回一回、パッと腕を上げたら、力を抜いて、重みを感じ取る。上げて、力を抜いて重みを感じ取る。左右交互に行きましょうかね。その感じ取る練習だと思ってください。とにかく重みを感じ取る。力を抜けば腕が勝手に落ちてくる。それを感じ取ってください。じゃあ行きますよ。よーい。これで、右左交互に行きましょう。1。反対。2。力を抜けば勝手に落ちます。3。4。はい、反対。5。6。7。力を抜けば勝手に落ちてくる。8。9、10。はい、どうでしょう。なんとなく感覚つかみ取れましたかね。で今、私、スマホで撮影してるんですが、私から見てね、スマホに出てる文字は見えないんですけども、結構、皆さん、いろいろ何か反応してくれてるんだと思います。ただ、今、こう、一個一個見て、コメント返すわけにもいかないので、ちょっとそのまま体のレッスンは続けますが、もしコメントとかいただいてても、後で必ず全員分、拝見しますので、何かありましたら練習終わった後にでも感想とか入れていただけると嬉しく思います。それでは続けますが、今の練習あと10本だけ一緒にやってみましょう。これ準備運動も兼ねてるんで、そのつもりでね、特にリラックスさせるつもりで、そういう目的も持ってやってください。手の握り方ね、できてますかね、さっきの握り方。はい、1、はい、反対。2、力を抜けば勝手に落ちる。3、四、五、六、力を抜いて、七、勝手に落ちてくる感覚。八、腕の重みを感じてください。九、はい、最後、十、はい、OK です。以上です。今は体の重みを感じ取るトレーニングでした。実は、これ初心者の段階で、これをやっても、じゃあこの感覚を月に生かしましょうと言ってもなかなかわからないとは思いますが、もし今日のこの動画がきっかけで空手をちょっと始めてみたいな、続けてみたいなという方いらっしゃれば、ちょっと毎日これやってみてください。これやっていくうちに感覚が研ぎ澄まされていって、だんだんこれを月に応用できるようになってきます。まだ初心者の段階ではこの理屈を説明してもあまりわからないと思うので、今は割愛しますが、おいおい、今ただ準備体操と思ってやってたこの動きが、やっていくにつれ、おいおい役に立ってくることがあります。なので、まあ、空手を始めたばっかりの方とかね、今後、空手を続けていきたいと思う方、これをちょっと毎日やっておくと、今後に生かされるので覚えておいてください。それでは、まあ、体もある程度ほぐれたところで、今日のメインのトレーニング、月のトレーニングですね、それを上段突き、中段突き、下段突きと行ったら、本日終了です。それでは手の握り方確認いきますよ。一回曲げて、もう一回曲げて、最後親指はここ。そして、まず最初、上段突きを準備しましょう。上段突き、狙う位置は鼻の下、ここ人中と呼ばれる急所の位置なんですが、自分の鼻の下に構えてください。まあ家で鏡を見ながら練習するときは、自分のちょうど鼻の下の位置に構えて、まあ場所を確認しながらやるといいと思います。そして、突くとき、この突く手ばっかりじゃなくて、突く方と反対の手、これを引き手と言うんですが、突く方と引く方、両方を意識してください。どうしてもやっぱり初心者っていうのは早く突こうとか、
強くつこうっていう意識、つく方の意識ばっかり働いてしまって、ここばっかりを意識して、ここがおろそかになっちゃうんです。ここは適当にこの辺に引いてみたり、だらーっと落ちてたりとか、関係ない方に行ったりとか、そういったことを陥りがちです。これセットだと思ってください。出す腕、つく腕と、反対の腕は引く。つく腕と反対の腕は引く。引き手とするということを覚えておいてください。そして、これ流派によって異なるんですが、私の教えている空手は五十流という流派です。で、五十流という流派は、引き手を上に構えます。流派によってはね、流派の違いによってはこの引き手を下の位置に構える流派もあるんですが、ここに構えるのとここに構えるので、また突き方の理論というのが変わってきます。なので、同じ突きであっても、突きの理屈、体の使い方、身体操作というのが変わってきますので、統一してください。五十流という流派で私は教えるので、引き手は必ず上の位置、引いてください。はい、それではちょっとゆっくり行ってみましょう。まあ、説明ばっかりしてもなかなか理解しづらいと思うので、実際動いてみましょう。とにかく真似してやってみてください。よーい、1、ゆっくり出していってください。ゆっくり出していって、最後拳を返して、2、引き手の時は拳ここなんですね。手の指の方が上を向いた状態。これがだん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 ついていくにあたって、最後にこう拳を回して指が下に来る形です。最初ここから発進、この形から発進で、最後月に到達するときにはこうなると。それもちょっと意識しながらやってくださいね。はい、2、ゆっくりでいいですよ。拳を返す。3、突く方の手と引き手もしっかり引けてるか確認してください。4、ゆっくりでいいです。自分の鼻の下狙ってください。5、6、ゆっくりでいいですよ。慌てないでいいですよ。シュッチ、狙う位置を正確に狙うのと、拳をしっかり最後返す。引き手もしっかり引く。クー。10。はい、一回リラックスしましょう。膝の力も抜いてくださいね。ピンと足張って立たないように。はい、それでは、今のをちょっとスピード上げてやってみましょう。思いっきりやる必要ないですよ。ちょっとスピード上げてみましょう。今やったスローモーションに対して今度はちょっとね軽くスピードを入れてやってみましょう。ただこの時に今やった通りにできるかちょっと感じ取ってください。今やった通りにね、今ゆっくりにやったこの通りの軌道でできてるのかなというのを感じ取りながらちょっとやってみてください。10本だけいきますよ。中ぐらいのスピードで、よー、1、2、3、4、5、6、七、八、九、十。はい、一回楽にしましょう。これもし、この今日のライブ放送を見ながら、近くに鏡がある方は、実際着くときは、鏡に自分の姿を映してやってみてください。やり方とかね、着くときは私の号令を聞きながら、実際の動きは、自分の鏡を見ながら、姿を見ながらちょっとやってみてください。この時に意識してほしいのは、スピードを入れてくると初心者の方、必ずこうなるんです。初心者のうち、慣れないうちは。必ず拳がここで返っちゃうんです。どうしてもこの最後にこの回す、この拳をこう回すという意識ばっかり働くので、ここで拳返っちゃうんです。こう出ちゃうんですね。これ良くないです。こうなってないかというのをちょっと確認してほしいんです。鏡を見ながら。ゆっくりやった時はできるんですよ。ゆっくりやってるとできるんです。これがスピードを入れた途端に、こうなっちゃう。なぜいけないか、こうなることで脇が開いちゃうんです。脇が開くと、このまま力が逃げちゃうんですね。外に脇を締めた状態でつけてると、相手に当たった時脇が締まって自分の腕がまっすぐに伸びてる状態なので、衝撃が逃げないんです。そのまま相手に力を伝えることができるんです。これがここで拳が返っちゃうことで脇が空いてしまうので、脇が空いた状態でついていってもスピードも乗らなければ当たった時の力も発揮できない、あとは大振りになってしまうので相手に悟られやすい、こういった、振るようなパンチに近くなっちゃうんですね。まっすぐこう突き出すことで相手に悟られずに攻撃をすることができるんですが、それがこうなってしまうと、意味がなくなってしまうと。この後もちょっとね、基本稽古ではなくなってしまいますので、自己流になっちゃいますのでね、せっかくやるのであれば、しっかりと、脇を締めた状態でまっすぐつけるかどうかというのを確認しながらやっていただきたいです。
そしてこの後、じゃあスピード入れて10本やってみましょうというところになるんですが、先ほど注意しました。スピードを入れた途端にこうなってしまうんです。これがやっぱり鏡も見ないで何も見ないでやってると自分でなかなか気づけないので、なるべくなら鏡を見ながらやってみてください。自分の姿こうなってないかな、ちゃんと脇締まったまま、ちゃんと最後に拳を返せてるかな、そういったことを確認しながらやってみてください。10本だけ早くいきましょう。そして早くやってる途中で自分で気づければいいです。あれやっぱりこうなってるって気づいた場合、無理に早くやる必要ないので、その場合ゆっくりに戻して構わないので、最後の10本までしっかりした形でやってみてください。それでは10本だけスピードを入れてフルスピードでやってみましょう。はいよーい、よし、はい、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、じゃあ楽にしましょう。はい、楽にして体をほぐしてリラックスしながら聞いてください。ちょっとごめんなさい、お水飲ませてください。はい、すいません。喋ってるとどうしても喉乾いたんで、すいませんです。なんだっけ。ちょっと、リラックスしながら、肩周りとかもね、首周りもほぐしながら、ちょっと聞いていただければと思うんですが、空手の稽古。空手のイメージで、どのようなイメージされてるかちょっとわからないんですが、人によって様々なイメージされてると思います。こう、派手に戦うシーンばかりね、思い描く方もいらっしゃるかもしれませんが、空手の稽古自体、非常に地味なんです、本当は。地味なこと、こういったね、突きの動作、基本的な突きの動作、受けの動作、地味なことを何度も何度も、何年も何年も繰り返して、それでようやく応用の稽古に発展していけると。じゃあなぜ地味な稽古をそれだけやるのか。やっぱり地味な稽古というのは基礎。何でもそうですね。基礎ができてなくて、基本ができてなくて、応用というのはありえないじゃないですか。空手のこの基本稽古というのもそうです。基礎の基礎なので、これがないことによっては応用はありえないんです。例えば、今日ご覧いただけて、一緒に画面の前で稽古していただいている方は、初心者であるという、前提でお話ししていきますが、例えば初心者のあなたに、今日これやってみましょう。さあどうぞ。できますかっていう話なんです。多分何やってるかわからないと思いますね。これ今見てパッと真似できる方は多分この動画を見てないと思います。なぜならできるから。じゃあこういった、今やってたのは空手でいうこの回し受けと呼ばれるんですが、こう回して腕を回すことで相手の攻撃を払っといて、ポンポンと今攻撃をするという。ね、回し受けをしてワン、ツーと、二段突きを入れてたわけです。こういった動きをやったんですが、例えば、そう、こういうものを今やってる基礎の訓練の積み重ねでちょっとずつ発展させていくものなんです。なので、こういった地味だなと思うかもしれないんですけど、ここが大事だということを認識した上でしっかりやってみてください。それでは、先ほど上段突きをやったので、今度中段突きをいきます。中段突きというのは狙う位置、溝落ち、または水月と呼ぶんですが、ここを狙います。溝落ちわからない方いらっしゃらないと思うんですが、胸とお腹の間ですね。自分でちょっとトントン叩くと、うっってなるところです。そこを狙いましょう。で、突き方、全く同じです。さっき上段でやったのと同じ。引き手と突く手、両方をしっかり意識しながら、ここで拳を返さないように脇を締めたまま出していって、最後必ず拳を返すんですよと。そういった意識でちょっとゆっくりやってみましょう。よー、1。狙う位置だけさっきと変わったと思ってください。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ちょっと一回肩の力抜いて。それでは、またスピード入れていってみますが、先ほどと同じです。スピードを入れたら途端にこうなってしまうんで、だなぁと、こうなってしまうなぁ、ゆっくりの時できてたんだけどなぁ、となる方は、スピードを緩めていいですからね、ゆっくりにしていいので、確実に綺麗な形を作ってください。正しい動線でついてください。
正しい動線でついてない月というのは何百回やっても意味がないので、だったら意味ある稽古を10回でも、もう5回でも3回でもやった方がいいです。こういう稽古もう500回やっても1万回やっても意味がないですからね。意味のある稽古をしましょう。はい、それでは、スピード入れていきますよ。中段突き10本だけ、よーい、はい、はい、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、楽にしてください。はい、どうでしょう、できましたでしょうか。上段突き中段突きとやったわけですが、実際自分の動き感じ取ってみて、まあ、あるいは鏡で見てみて、こうなってなかったですか。多分慣れてない方はこうなっちゃうと思うんです。これ仕方ないんです。なぜならこの動き、こういった動きって普段の生活でしませんからね、絶対しないです。普段生活してるこんな動きなんて、何か物を取るにしろね、どういう動きがあるかわからないですけど、前に腕を出すという動きをするときに脇を締めるこうなんてね、意識してやることってまずないので、ということは普段意識してないことはやっぱり意識をしないとできないです。なので、意識をする練習だと思ってください。そして最後下段突き行くわけですが、立ち方変わります。今度四股立ちという立ち方になるんですが、この立ち方きついですよ、慣れてないと。四股立ち、先ほどの平行立ちよりも倍ぐらい足幅を開いた上に、足の角度45度ぐらい開きます。そして腰をぐーっとしっかり落とす。この時の立ち方、この立ち方慣れてないと辛いので、前かがみになったりしちゃうんですね。あと、こう、楽したくて腕を下に、足についちゃったりするんですが、そうじゃない。腕ダメですよ。楽しちゃダメですよ。胸を張ってお尻を出すような、軸をしっかり意識してください。背中が丸くならないように。苦しくなってくるとどうしてもこうなっちゃうんですね。この立ち方きついんで。胸張ってください。ああ、きついな、辛いなと思う立ち方ができてれば OK です。いや、別に辛くないよ、大丈夫だよって思う方、多分立ち方できてません。これ慣れてないと絶対きついはずなので。この、できれば今、この姿勢のまま話を聞いてください。これ四股立ち。お相撲さんが四股踏むって言いますよね。その立ち方なんで四股立ちと言われています。そして、この四股立ちで突きを行うわけですが、これ私たち下段突きという呼び方をしています。狙う位置さっきの中段と同じです。この低い姿勢四股立ちの姿勢になって、狙う場所はこの低い姿勢でのさっきと同じ水落ちの高さを狙ってください。じゃあ早速行きましょうか。よーい、1、ゆっくりでいいですよ。引き手意識してください。2、突く方ばっかりじゃなくて引き手も意識。3、引き手もしっかり上の位置に最後まで引けてるかどうか。途中で止まってませんか？最後まで引けてますか？4、5、6、7、8、9、10。はい、それでは、ちょっと、きつい姿勢なんで一回楽にしてと言いたいんですが、そのまま行きましょうと言いたいんですが、まあ多分ね、初めての方もいらっしゃるんで、一回楽にしましょう。しっかりやってると、この辺、ももがきついなと思うはずです。ね、こうやって、ももを伸ばすストレッチをしながらでもいいですよ。この後、もうこの流れで大体わかりますね。この後、スピードを入れて10本やったら終わりです。あとで、もう一踏ん張りしましょう。はい、それでは、もう一回リラックスして肩の力も抜いて、はい、四股立ちになって構えてください。はい、下段突き10本だけいきます。スピード入れて、よーい、はい、はい、3、4、5、6、7、8、9、10。もうちょっと頑張りましょう、この姿勢で。じゃああと10秒ぐらいいきましょうか。胸張ってください。背中丸くなってないですか？大丈夫ですか？胸を張ってお尻を出せてますか？ちゃんと軸真ん中に作れてますか？軸ぶれてませんか？前傾姿勢になってませんか？手はしっかり引き手引けてますか？最後の通過位置の形で構えててください。5、4、3、2、1。はい、治ってください。こんなわけで今日は基本動作の突き
上段突き、中段突き、下段突き。たったこれだけです。上段、中段、下段の突きを行っただけなんですけど、立ち方をしっかりするのと、しっかり突くということをやっていれば、結構な運動量だったと思います。なので、家にいながらね、なかなか運動ができない、運動不足だという方も、こういったことを、普段の生活に、ちょっと私の動画を見ながら取り入れていただければ、運動不足解消にもつながるのかなと思っております。そしてまた、空手に興味を持ちまして、もっとやってみたいな、もっと続けてみたいなと思っていただける方は、私、Facebook で日々、空手の基本動作アップしておりますので、その動画を見ながら、毎日一緒に稽古していただけると、ちょっとずつ積み上げていくことができると思いますので、お付き合いいただければなと思います。そして、画面に皆さんからの反応がどんどん出ているので、後で、目を通させていただきます。コメントなどありましたら、入力いただけると、後で必ず読みますので、ちょっと量によっては全員に返信するということはできかねるかもしれないんですが、必ず目は通しますので、それだけはお約束します。でもし何か質問等ありましたら、質問に対しては必ず返信をしますので、遠慮せずに何かありましたらコメントいただけると、嬉しいなと思います。長くなりました。ちょうどでも30分ぐらいですね。30分間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。また、もしかしたら、第3回、第4回とライブ配信をやることもあるかもしれません。その時また参加したいなと思っていただければ幸いでございます。じゃあ最後空手らしく例で終わりにしましょう。そして、今日の空手の稽古終わります。お互いに礼。ありがとうございました。それでは終了です。ありがとうございました。